こんにちは、ゴッドコータンです。メタルスラックという他のゲームとニャンコ大戦争がコラボしたそうです。そして何を隠そう、今回はニャンコ大戦争とメタルスラックコラボのガチャが超激レア確定となっています。本来であればこのガチャガチャで出てくる超激レアの性能ははっきり言ってそこまで強いものとは言えません。初心者の人が使って無双できるかといえば微妙ですね。未来編攻略中の人にはちょっとは使えるかな程度の性能です。これ引くぐらいだったら初心者の人はこちらのギガントゼウスを引きましょう。このギガントゼウスで出てくる超激レアは8割めっちゃ優秀です。ニャンコ大戦争の最終場面まで使えます。なんなら今現在進行形で現役バリバリのキャラクターだっています。そのぐらいにまで優秀なガチャですが、僕はニャンコの超激レアなんてほとんど持ってるんですね。だからこれ引いたって全く持ってないキャラは1体しかいないわけで、だからこんなの引く必要はない。僕が引くのはこれメタルスラックガチャで、狙っているキャラクターはですね、こちらのヤドカリヒュージハーミット CC です。彼はヤドカリのような見た目をしている。そして僕は何を隠そう、昆虫が大好きだ。甲殻類のような節足動物が大好きだ。こいつがその節足動物だ。僕のハートをがっしりとわしづかみにしてるこのハサミで。ってことで引きたいと思います。1500巻しかないから一発しか引けないけれども、僕の幸運ともなればここにいる超激レア全員手に入れることも可能です。いきます。確定確定確定、ヒュージハーミット、それヒュージハーミット、あ、ヒュージハーミット、こいつはいらない、こいつはいらない。できれば確定枠以外で出てほしいな。8割、おレアか。レアでまだ持っていないキャラクターがいますね。エリさんというんですか。エイリアンに超ダメージ、僕は使わないけれども、こいつはいらない、いらない。おお、エリさんいった、いらない。イエース！欲しかったやつを手に入れた。ゴッドコータンの超激レア。嬉しいねー。やった。やったよ。やったやったしてやった。素晴らしい。いい気分ですな。ということで、僕が入手した超激レアは、僕が一番欲しかったキャラクターとなりました。なんて運がいいのでしょう。では早速育ててみましょうか。今回はこちらの超激レアと、それからこのなんたらかんたらコラボで入手前したソルデロカを使っていろんなステージを攻略していきたいと思います。こいつはエイリアンに対してめっぽう強いキャラクターだそうですね。なるほど。第3形態にできるかな。できる。わーわーわー、見て、超獣石が必要だよこれ。めちゃくちゃコスト高いんだね。ワープ無効で黒い敵にもめっぽう強くなるのか。超獣特攻はもらえるのかな。超獣石もらえるってこと、人使うってこと。かっこいい。ゴールデンヒュージハーミット、すっごい字長いな。黒い敵とエイリアンに対してめっぽう強い。ワープ無効、宇宙編でも活躍できる特性をもらったんですね。とても喜ばしいことです。それではこちらのキャラクターたちを使っていろんなステージを攻略していきたいと思いますね。キラキラしてて美しいな。前回ね、まだ超激レア確定じゃない時に、レアチケット単体で引いた時に、このなんたらかんたらコラボで新規として追加された超激レア、ソルデロカ CC ってのも手に入れたんだよね。こいつもエイリアンに対して超ダメージ。こいつはエイリアンに対して滅法強い。ということは、エイリアンに対して強そうな、そんなステージがあれば、きっとこの子たちを活躍させることができるんじゃないかな。ってことで探してみよう。編成はこんな感じですね。まあ、エイリアンと、それから天使に強い壁を入れております。そして、出撃するステージは、星降るウイスキーグラスというステージ。エイリアンと天使が出てきます。つまるところ、僕が今手に入れたキャラクターにうってつけのステージということですね。それでは、レッツゴー。果たして、このヤドカリさんはどのくらい強いのかな？こんにちは。はじめまして。コスト安いね。3750円。初心者の人でもちゃんと扱うことができるぐらいの優秀なお値段です。出てきたのはスターエイリアンの犬ですね。こいつの攻撃に当たったらワープ無効の特性を持っていない限りどっかへワープされてしまうという非常に厄介な特性の持ち主ですが、なんということでしょう。このヤドカリさんは第三形態になることによってワープ無効の効果を、能力を発動させることができるため、スターエイリアンが来ようと何が来ようとエイリアンという属性さえあれば強く出れるわけですね。そしてこのスターペンは非常にうざいですが、
ワープ向こうの壁を使って守ってあげることによって普通に倒すことができます。そして行きましょう。かっこいい。なんだこの重厚感あふれる動きとスタイルは。ガサゴソガサゴソ動いていてとても可愛いね。待ってお前攻撃頻度早くない？ガシャンガシャンガシャン、すごいな。なんか大凶乱の猫ライオンみたいな攻撃頻度してる。さすがにそこまでではないけれども、でもハサミを使ってバン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 殴っているその姿はなんだか要塞のようだ。でもこいつ背中に立派な鉄砲を積んでる割にはその鉄砲使わないんだね。まあそんなもんか。カメックスだって、あ、マジ。そしてソロデロカさんがワープされて上の方に行きました。ソロデロカが後ろの方に下がったおかげで、ワープされて後ろにいる敵に攻撃が上がった。こんなことあるんだ。マジか。こいつのね、攻撃方法って結構特殊で、普通のキャラクターは後ろから前に攻撃をするのに対し、こいつは前から後ろに下がるタイプの攻撃をするんだよ。だから攻撃があまり当たらないんだけれども、こういうワープ属性を持っているようなキャラクターを前にすると結構刺さるんですね。そしてこのヤドカリさん、弱いですね。残念。非常に扱いづらい。確かにこのステージ自体、新レジェンドって結構ね、難易度が高いタイプのステージだから、活躍しにくいっていうのはわかるんだけど、それにしても1発2発当たった程度でやられてしまうとは。その分コストが安く再生産も早かったから、何体も出して、その数の暴力で殴るっていうのがこいつのスタイルなのかな。宇宙編3章行こうぜ。ビッグバン。神様とスターエイリアンがたくさん出てくる。もう死ぬほどやったよね。このビッグバンに出てくる神様の倍率っていうのは非常に高くてね。まあ、高いというか、そもそも宇宙編3章の最後のステージということもあり、お宝が全て集まっていること前提で作られたステージなんだよ。だからお宝パワーで無双みたいなタイプのステージではないということだね。そして神様の全体像は際どいので、足だけしか映しません。頭以上映してしまったら乳首が見えてしまう可能性があるからね。そして出てきたのはマナブくんです。なんかクラスメートにこういう名前の子って一人はいたような。マナブくんってそういう感じのいい人そうな名前してるよな。そしてヤドカリさんを出しましょう。こいつ体力すごく低かったけれども、まあその分滅法強いという効果のおかげで、待て、滅法強いって効果は、その対象の属性に対して受けるダメージが軽減され、与えるダメージがちょっと上がるっていう効果があるんだよ。ただその上がる率ってのが超ダメージとか打たれ強いよりかは低めなんだよね。 1.8 倍とかそんなんだった気がするんだよ。にしても関わらず、こいつさっきエイリアンに1発2発やられた程度で死ななかったか。そこまで打たれ強くない。あ、でも、再生産早くね？もう一体出せたぞ。猫カンカンと同じくらいの再生産だったりする？二体目出しちゃった。あとお前 DPS1 秒間に与えるダメージの総数結構高いんじゃないですか？なんか、ずっと張り付いてボコボコ殴る。ただノックバック数は1のようですね。すぐやられてしまいました。なーるほど、わかった。こいつあれだ。射程が短くって、攻撃力が高くって、体力が低いんだ。ダメじゃん。敵に張り付いてボコスか殴って敵に確実にダメージを与えるというのがこいつの役割だ。再生産も早いからたくさん出すことができるのはいいね。ただ攻撃が当たったらすぐにやられてしまう。体力が低いんだ。普通体力が低いキャラクターというのはその体力の低さを補うために射程が長いはずなんだけれども、こいつはその射程が短い。だから被弾が前提となるわけだな。だから滅法強いという被弾前提の効果を得ているんだろうけれども、にしても、その体力が低すぎるせいで、いくら滅法強いという効果を得たとしても、体力が 1.8 倍になるだけだろ？弱いんだよな。なんか、ビサ。なんか、あれだ。終盤のステージにやっても、ちゃんと戦えるような強さはないです。この子には。なんなら、ソルデロカの方が扱いやすいまである。こいつ攻撃力が非常に高いし、超ダメージつって結構優秀な効果持ってるし、確かに攻撃の仕方はちょっと癖あるけれども、でも、このヤドカリさんよりも体力は高めなような気がする。だって、ワープでさ、逃げたからかもしれないけれども、2体溜まってるもんな。こいつ、数貯めるキャラクターじゃないのに。そしてヤドカリさんが神様を倒しました。その点はいいですね。ちゃんとしていて。いいね、カシャ。さすがだ。お、もう一体ヤドカリを出すことができた。なんか、まがまがしいですよね。では次、黒い敵に滅法強いという効果があるみたいだから、
黒い敵が出てくるようなステージもやってみようかな。ゴールデンハーミットちゃんレベル50なんだけどな、体力もそこそこ高くしてるはずなんだけれども、それでもすぐやられるということはお察しだな。あんま使わないかもしんない。だけど形が好きだ。愛だな。愛で使う。ではこちらのダダ漏れ海底トンネルというステージを攻略していきましょう。こちらは普通のレジェンドストーリーの最終ステージあたりですね。出てくるキャラクターはエイリアン属性と黒い敵属性です。なので相性はいいのかなっていう風に思います。果たしてヤドカリさんは黒い敵にはどのような立ち回りをするのか。体力はそこまで高くないから射程の同じく短い敵と戦うのがいいかなって思う。もしくは遠方範囲攻撃だな。遠方範囲攻撃っていうのはもっと多くの敵にダメージを与えることができる優秀な攻撃の方法なんだけれども、その分近づかれすぎたらその手前にいる敵に対して攻撃を与えることができないっていう、そういう効果がある攻撃方法なんだよ。そういう敵に対してはこの射程の短いヤドカリさんはうまく相手の懐に入って攻撃を与えてくれるのではないかと思っておりましてですね。そしてたくさんのエイリアンですね。このアリクイみたいなやつはですね、序盤に出てくるスターエイリアンのため、あんまり強くないです。あんまりね。だからほら、バコーンで終わるんじゃないかな。そしてヤドカリさんが遠方範囲攻撃のこのカエルさんの懐に潜ってバコバコ殴っています。いいですね。やはり DPS が高い分2、3発殴ってしまえば相手もすぐにおさらばでしょう。そして厄介な敵でおなじみの黒い敵のタッチャン。この子は遠方範囲攻撃です。なので懐に潜って滅法中の効果を持って黒い敵を討伐と。ステージが弱すぎたな、これは。一応、カンブリさんのステージなんだけれども、さすがにレベル50の超激レアに対しては余裕すぎるか。ということは、レジェンドステージあたりまでは、この子たちはいけるってことだな。新レジェンドストーリーになったら、若干厳しいかもなっていう、そのぐらいの強さだな。一応さ、この超メタルスラッグっていうステージがあってさ、こちらの超メタルスラッグには、たくさんのヤドカリとか、それから、この変なやつとかさ、いっぱいいるんだよね。このステージ最後やっていいかな。このステージって、たくさんそう、このガチに出てくるようなキャラクターが敵として出てくるんだよ。だから、同じ見た目のキャラクター同士で戦わせるんだよな。いいよな、ロマンがあって。最初に出てきたのは変な戦車さんですね。だから、ヤドカリさんを出してあげましょうか。コストが3750円。最初は安いかなって思ったんだけれども、よくよく考えたら3600円の超本能を解放したアヌビスっていうキャラクターはものすごく強いわけだよね。こいつよりもコスト安いのに。って考えた時に、こいつのこのステータスの低さと扱いにくさ、あと生存能力、攻撃の高さ、あんまりコストに見合わないかな。2500円ぐらいだったら、使ってたかもしれないわ。3750円は安いかもしれないけれども、あんまり、手放しに強いとも言えないくらいだ。ってことは普通か。あ、じゃあいいのか。ゲームバランスを壊さない程度のいいバランス調整だな。ゲームバランスを壊さない程度のな。まあ、使わないけど。そしてヤドカリさんがお城へと到着。お、来た。ヤドカリ対決ですね。あ、ヤドカリ対決は敵のヤドカリに軍配が上がりました。残念です。悲しいですよ。なんで、あんた射程長いのにこいつの方が体力高いんだよ。そして、ソルデロカさんの攻撃。もう一回来ました、ヤドカリさん。あっと、猫カンカンさんの一撃でほふり去られましたね。ヤドカリさんの活躍度は2割といったところでしょうか。あんま強くねえな、こいつ。強くないけど、でも見た目がかっこいいから僕使うんだ。またヤドカリが出てきた。今度こそ頑張れ。おめえ返上ってやつだな。おめえが返上するからおめえ返上って言うんだぞ。ヤドカリの攻撃で雑魚キャラを一掃しましょうか。こいつ攻撃のヒントだけはとても優秀なんだよな。体力がもう少し高ければな、せめて20万とかあったら使いやすかったかもしんない。嘘、そんな敵として出てきたんだったらすぐにお金の資金稼ぎとして使われるぞ。第三形態の進化素材が異常に重かったくせに、やって出てきたのがこいつかよ。なんか、あんま好きじゃなくなってきたな。いや、でも僕は強さで物事を判断するような人じゃない。ほら、ヤドカリのことを倒したぞ。まあ、2体目のヤドカリだけれども。そして、ヤドカリさんがザコキャラを、ザコじゃない、ヘリコプターか。ヘリコプターに攻撃を仕掛けています。攻撃しましたね。ヤドカリさ、そのハサミじゃなくて背中に背負った鉄砲を使ったらもう少し射程長くなったんじゃないの？
明らかに殺意が高い、めちゃくちゃ強そうな兵器を背中に背負ってるというのに、攻撃の方法がハサミってのはいかがなものか。それは侍がちょんまげで戦うようなもんだぞ。日本刀を鞘にしまってるっていうのに、その鞘を抜いて日本刀で戦った方がものすごく強くなるなんてのは外国人から見ても当たり前にわかることだ。ヤドカリを討伐。素晴らしいね。よし、全員倒したな。やっぱり最後に残るのはヤドカリだった。では最後にお城がどのぐらいの数、どのぐらいの秒数でゼロになるのか、体力がね、ヤドカリさんの DPS を目で見て確認してみましょうか。ドン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 、おお、だいたい1万ぐらいですね。 DPS はだいたい1万ちょっとぐらいです。だからまあ高めだな、高め。 DPS は高め。あ、思い出した、なんか既視感あると思った。射程が短くって、で効果がめっぽう強い、あんま使われなくてすぐにやられちゃう。こいつあれだ、猫ブンブンだ、猫ブンブンロボットだ。 EX の大型キャラクターのブンブン先生のロボットってやつがいるんだよ。こいつもね、猫ブンブンライダー。こいつ射程が短くて効果がめっぽう強い、移動速度もあのヤドカリと同じくらいだから、こいつのエイリアンバージョンだと思っていればいい。こいつよりもちょっと扱いやすいかもしれないしな。最後に、猫ブンブンライダーとヤドカリさん、どんな感じで違うのか見てみよう。速度自体はブンブン猫ライダーの方が早めですね。ただ、射程自体は同じくらいだな、本当に。こいつ DPS が1万と同じくらいなんだよね。だから、戦ってみたところ分かったのが、これあれだな。同じだ。あ、間違いない。攻撃の方法も、効果も、それから、戦い方、使い方も同じだ。ブンブンネコライダーとヤドカリはほとんど同じです。対象の属性が違うだけだ。あんま変わらんな。だからもしもこのヤドカリが欲しいなって思ったら、このブンブンネコライダーを手に入れてみましょう。EX 大型キャラクターだからな。といっても、こいつを入手するためにはレジェンドストーリー全クリしないといけないんだけどね。ってことで、今回はここまでだ。チャンネル登録と高評価よろしくね。皆さんもね、メタルスラックコラボ、もしもキャラク、猫缶に余りがあるんじゃない、まだ余裕があるよって人であれば、引いてみてもいいんじゃないかなっていう風に思います。まあ出てくるキャラクター自体はそこまで強くないけれどもね。あ、コストも同じくらいだわ、これ。猫ブンブンライダーだ。なるほどね。